35日クリスマスということで、今日はですね、浦和レッズレディースと仙台の試合がありまして、浦和駒場スタジアムにやってまいりました。非常に天気も良くて観戦日和ということで、今年最後の観戦を楽しみたいと思います。今日ゴール裏行こうか悩んだんですけど、ちょっと当日までもたもたしてたら、あのチケット売り切れちゃったんで、まあ、せっかくなんで別席指定で今日は観戦をします。結構もうクリスマス仕様になってて、すごいめっちゃ盛り上がってますね。もう12番ゴールキーパー